はいどうも皆さんこんにちは、チャコパンです。こんにちは。まず皆さんに質問があります。普段服はどこで買ってますか？多分ね、GU とかユニクロ、うちジャスジャスコ、イオンって言うんだ今。イオンとかね、いろいろまああると思うんですけど、最近自分たちがよく買ってる服のお店っていうのかな、今日は紹介していきたいと思います。そのお店の名前が、広がる未来に夢が溢れてる、行こうみんなでワークマン。ちょっと音痴だった、ね、そうね、もう一回。そのね、ワークマンなんですよ。自分たちが最近買ってる服屋さん。でもさ、ワークマンって私のちっちゃい頃からのイメージは、まず作業服を着てるおじちゃん。まあね、だからね、今までね行ったことがない。私はそれが最近変わってきてて、すごくおしゃれな服が安く手に入るっていう。でしかもただのワークマンじゃないんだよね、お名前が。ああ、そうだね、ちょっとおしゃれを目指したワークマンっていうのが、ワークマンプラスっていうんですよね。そう、何かがプラスされたんだよね。そう、店舗的には普通のワークマンと同じだけど、なんかお洋服の種類はすごかったね。で今回は2人合わせて1万円分ワークマンプラスで買ってきました。これはね、1人1万円じゃないからね、2人で1万円、5000円、まあそう、5000円、こんなのあんだよみたいなのを紹介していこうと思います。じゃあ早速紹介していきます。まず紹介する商品はこちら、じゃん、靴。私のは全天候型防水シューズ。もう全てを兼ね備えてますよってことでしょ。そう、これは雨に打たれても大丈夫。で私が気に入ったポイントがね、私靴のサイズ 22.5 なんですよ。足がちっちゃくて、なかなか合うこういう長靴的な靴がなかったんですけど、これは S サイズで、かつ最近農業ゲルなんで、うん、畑仕事にも使えて、そのままスーパーにお買い物も行けちゃうよっていうところがお気に入りです。かわいいよね、なんか普通にアウトドアの靴としても使えるし、ですごく軽い。これは黒グリーンカラーですけど、ブラウンもあったね。あった。でメンズもあった。メンズはまた色がちょっとバリエーション違かったよね。メンズの方が本当は欲しかったんだけど、やっぱり靴のサイズがどうしてもこっちの方がフィットしたんで選んでみました。はい、じゃあどうぞ。次はこちらです。フィールドコアのシューズだよね。まあ外でも履けるし中でも履ける。まあ外履きでも全然いける。これのすごいところがね、まあここに書いたんだけど、かかとも踏める設計なんで、履くのめんどくさい時でもこういう風に履いても別に痛くないみたいな、サンダルみたいな感じでも使えるし、普通にシューズとしても使えますよみたいな。おしゃれだね。うん。でね、めっちゃ軽いのこれ。へえ。片足約 150g の軽量設計で、これが L サイズが 150g だから、自分はね M サイズ買ったからもっと軽いよねきっとね。でね、これもあれがあった、あ、秋冬用、そうだ、中にボアが入ってた。そう、ボアが入ってて、ただちょっと足が自分結構蒸れるんで、今回はボアがないパターンもありましたけど、ボアがあった方が絶対あったかくていいと思う。でね、こっち外れてて、こっちがこうなってるんですけど、このねベルトで一体型になるんですよ、これが。おお。こう、まあ、持ち運びも便利、超コンパクトだね。そう、そしてなんとなんとこのね収納袋がついてきて、でこれがこう収納できて、まあ、持ち運べますよみたいな。軽いし持ち運び便利だし、履きやすいし、完璧なんだよね。これがね、こっちがね1500円、私のこのシューズも1500円、しかも税込みだ。だから2人合わせてこれで3000円。これで3000円だね、うん、ちょっと履いてみようか。うんね、靴下履いた方が私はいいかも。斜めのやつを当たると痛いかもしれない。あ、そう、ゴムなんだよね。そう、ここがね、もう防水なんでね。確かに。どう、履きやすい。それ、あ、履きやすい、本当に軽いし。これは靴下履けば痛くない。うん、おしゃれだ ね、 やっぱね。しかも軽いね、全然私服でいけるわっていうのがこの靴です。次、お洋服履いてみよう。はい、次はね、これは可愛いよ、じゃん、いいね、あったかそう、めちゃめちゃ。これがストレッチフリースノンカラージャケットです、うん、これは黒、かわいいよね、肌触りがいいね。ふわふわフリースの柔らかさが気持ちいい、ゆったりなサイズ感で軽くて暖かい、まるで着る毛布って感じ。いいね、着る毛布っていいね。確かにそう、めちゃめちゃふわふわもこもこ。なんか去年あたりからこういう形のも流行ってるけど、いいお値段するんじゃないって。あ、確かにね、思うでしょ。こちら1500円になります。素晴らしい。じゃあ着てみていい？いいよ。あったけー、しみる。いいね、1500円だもんね。1500円に見えない。閉めるとこんな感じ。ここに、あー、なんか入れられんじゃん。何入れるの？ビスケット。ビスケット入れるの？これ増えるといいな、非常食、うん、そうそう。でベッドもあるし、うん、中ももこもこで気持ちいい。これ M サイズなんですけど、お尻がね膨れるっていうのがいいです。太ももとお尻をカバーしてくれる、ちょうどいいぐらいのやつだです。お次はこちら、じゃん、
アウトドアン。これはあれか、秋のは冬服だったけど、これどっちかっていうと秋服かな。そうだね、ちょっ と, と, いうと、ね、素材的にはあったかいって感じではないけど、うん、長袖すごいこうアウトドアで着れそうだなって思って選びました。お名前がホットンアノラックパーカー、色がマスタードネイビーで、前全部開くタイプも売ってたね。あった、めっちゃ可愛かった。それもそうそうそう、でもちょっとお値段が高かったんでこっちにしたんですけど。そうなんだよね、1万円縛りがなかったら買ってたね。うん、そうだね、うん、でこちらが1900円。一回着てみて。じゃん、あーいいじゃん。これもちょっと丈長め。そうだね、絞り紐付きフード、袖、あ、これ袖も本当だ。スタンプすると自分の手首になりますよ、っていうのと、まあ、フードもついてます。で、あとこのポケットがつながってて、え、めちゃめちゃ大きいポケット。いやね、これえ、あ、ボタンついてんだ。ボタンが1個ついてんだよね、真ん中に。だってもうこれ何が入るって。確かに、さっきのシューズ入れる。ああ、確かに、俺今履いてんだ。いやだ、入れたくない。っていう感じですね。そしたらこんな感じで、いいね。ねえ、いいよね。ちょっと大きめに感じるから、やっぱレンズと兼用なのか。だって俺も着れんもんね。いいじゃん、こんな感じだよね。なんかサトパンでぴったりだね。私が着るとちょっとダボっとしてるけど、サコは150センチか、身長、うん、これ175だから。まあ175センチでそれぞれとこうかな。いい感じ、かわいいかわいいっていうね、男女兼用でね使える。もう喧嘩かもしんないね、これキャンプ、ね、そうだね、とりあえずね、私も着ようと思ったのに、うん、そういう感じです。で最後だね、やっと、5個目か。本当俺これ見た時ね、見かれてんじゃねえかと思った。本当にワークマン、びっくりした。まあワークマンの本気だと思う、これは。ああ、そうだね。最後の目玉商品はこちら。こちらです。じゃーん。マウンテンパーカーなのかな、これ。冬用だ。すごくない？あ、まあ、まだ値段言ってないから凄さがわからないか。一回もう値段前に切るわ。どんな感じなのか。いや、本当俺これ1点で1万円もありえると思うんだ。普通に買ったら。特にメンズの上着ってすごい高いよね。本当。おー。いや、めっちゃ高いし、どう？似合うよ。これもフィールドコアだ。これがね、マジ衝撃価格、びっくりした。お値段なんと3900円です。はぁ、すごいよね。3900円だぜこれ。超あったけし。でさ、これちゃんとほら、あれ、おせんべい入れられちゃう。本当だ、おせんべい入れられる。これ3900円。これ S サイズかな。ダークグリーン、うん、あ、書いてあるよ、ほら、防風防寒ツーウェイジャケット。そう、あ、いいね、トゥーウェイなんですよ。トゥーウェイ取れるんだ、きっと。なんでチャックあるんだろうって思ってた。おー、フードが取れるんだ。まあこれがなんだろう、秋とかなのかな。そうだ、トゥーウェイ。へー、おかしいな、身長150センチから160センチって書いてある。Sサイズあれ175なの。175センチなの、なんでだろうね。ほらもうさ、機能がすごい書いてあるじゃん。袖のタブを取り外す。あー、しかもサトパン、これさ、ファーも取れるよ。何やって、あれか、こうして北の国からみたいな。キツネ呼んで、フルルフルルル。これはテツコの部屋だ。テツコ来ちゃうそれ。ホタルームだ。この中のモコモコも取れんだね、これ。うわ、ほんまや。あれ、ツーウェイってそういうことよ。買ってから気づく。あ、なるほどね、これを取るだけのツーウェイじゃなくて。そう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 、なるほどな。秋と冬いけんだよっていうね。これで5点で1万300円。よっ、すごいよね、これは。大満足だね。久々にお外でお買い物したもんね。そうだね、もうぜひぜひ。あ、皆さん、そう、ぜひぜひね、本当に今年の秋冬何着ようかな、一回ワークマンに行ってみて。なんかすごい楽しかったよね。で、楽しかったよ。まあ、もともとアウトドアファッションが好きっていうのもあるけど、うんうんうん、いろんなデザインのものや、あと多機能のものが多い。あ、確かに。皆さんのおすすめのお店があったらコメント欄で教えてください。それではまた次の機会に会いましょう。バイ。